こんにちは。海進整骨院の中山信弘です。今日はですね、今のこの時期つらい足の冷えについてご紹介させてもらいます。足の冷えはですね、足の甲の歯骨間というところを、溝掃除をしてあげることで解消されますので、今日はその体操をご紹介させてもらいます。まず壁なので体を支えて立ってください。これで安定するように立ってくださいね。そしてですね、先ほど言いました足の歯骨間、この部分ですね、この足の甲の部分、ここの部分を、片方の足で、踏みます。これは強くなくていいんで軽く踏んでくださいね。そして下にあるなっている方のかかとを上げます。そうですね、こう上げることで、足の甲が刺激されて老廃物や冷えが徐々に解消されますので、一度やってみてくださいね。立ち仕事とか足がむくんだとかいう時に、これも簡単にどこでもできますので、好きな時にやっていただきたいと思います。そして最後にですね、腰の制圧を行いますので、これも合わせて見ていってくださいね。大丈夫ですか？そんな投げることないじゃないですか、そんな。おしゃお前、家族構成。はい、じゃあやめましょう、やめましょう。ザロウやんか。その通りでしたよ、今の。はい、じゃあやめましょう、やめましょう。どうやもん、やめましょう。もう、ちょっとやめましょう。いや、その通りでしたよ、今のが。ちょ、やめましょうって。ずれたでしょ。もうカメラ止めてくれや。もう、止めましょう。すみません。いや、うるせえや。いや、もういつも通りでした。いつも通りですよ。入ってたよ。そんな繋がってませんよ、今の。いや、もう普通やってましたよ。ねえ、もうね。いつも通りですって。山添、ドッキリです。もう、どうしよう。今の心境。びっくりしたわ。いや、みんな、ドッキリじゃないセレコ。ねえ